ローレンツ・フォン・エスターイコール・エステは、ベルギーの王族。最後のオーストリア皇帝、ハンガリー・オーカール一世の孫にあたる。エスターイコール・エステ対抗ローベルトと、マルゲリータ・ディ・サボイアー・オスタの長男として、フランスのブローニュ・イコール・ビアンクールで生まれた。ザンクトガレン大学、インスブルック大学で、経済学を学ぶ。1984年、リエ受講。 アルベールの長女アストリットと結婚した。1995年にアルベール2世からベルギー王子の称号を授けられた。UCB に勤務。UCB での修行の後、父親と同じスイスのプライベートバンク、E ガツヴィーラー &C 銀行の4人の頭取りの一人としてバーゼルに勤務。2015年、ルーマニア王室の諮問機関である王室評議会顧問官に就任した。 なお、オーストリアの君主主義者たちの中には、ローレンツこそが正当なオーストリア帝冠の継承者だとみなす者も,も少なからずいるという、スペイン市民功労君章子君者としての紋章。ありがとうございます。